皆さんこんにちは。いつもありがとうございます。今回は前回作った靴に合わせて猫を作っていきます。今しているのは、エアパッキンに、金網を巻きつけているところです。ホームセンターで、購入できます。でしっかりと巻きつけていきます。ワイヤーが緩いと、セメントが、定着しづらいのでしっかりと巻きつけてください。巻きつけるときは、アルミ製は絶対使ってはいけません。アルミはアルミの素材はセメントを溶かす、性質があるので絶対使わないでください。使うときは、鉄、ステンレスとかそういった素材のものを必ず使用してください。で前回は、靴のときはエアパッキンを、取り除いたんですけど、今回は、エアパッキンは取り除かないでそのままの状態で猫を作っていきます。今回、猫のモデルにしたのはこちらの猫です。いつも我が家にご飯を食べに来る野良猫なんですけども、生後3ヶ月ぐらいの子猫です。でまだ完全に懐いてはいないんですけども、とても愛らしい猫なのでこの子を、モデルにしてみました。録画が長くなってしまったのでほとんどが早送りになってしまっています。今、セメントを塗りつけているところです。ヘラで塗りつけるよりもこうして手で、セメントを直接つけていった方が、手早く、できていきます。一番大変だったのは、目のところから鼻、口にかけてのラインです。凹凸をつけて輪郭を形成していくのが一番大変でした。小学校の粘土細工以来こういうことはするので、難しかったですけどすごく楽しかったです。セメントは、粘土みたいに弾力もないし、石膏みたいに粒子が細かくないです。硬い素材で粒子も粗いために細かい形成がしづらい、素材です。今細かい耳のところの調節をしています。
今ボディの、調節をしているんですけど、背中か、肩、前足、後ろ足でお腹やお尻のラインっていうのは、子猫らしい、肩ラインを出せたかなと私は個人的には思ってます。初めて作った割には、よくできた方じゃないかなと思ってます。こういった靴や猫もそうだし植木鉢もそうなんですけど、手作りを して手作りのものを使って、玄関先を、飾ってみたり、庭作りのオブジェとして、活用していくつもりで作っています。で、今後もいろんなものを作っていきたいなと思ってます。Thank you.
今しているのは、顔の最終的な、形成をしていっているところです。余分なところを、調節したりしています。粘土と違ってセメントでこういった造形物を作る場合は、セメントの特徴を理解していないと、大変難しいと思います。粘土は簡単に潰したり増やしたり削ったりできるし、石膏も簡単に削ることはできるんですけど、セメントの場合は、なかなかそれはできないので、セメントの性質を理解して、皆さん挑戦してみてください。猫が出来上がりました。これから、色を塗っていきます。今塗っているのはペンキではなく、水性塗料になります。アクリル絵の具ではないです。これから目を作っていきます。目は100円ショップで買ったこのレジン液を使って作っていきます。最初にグレーを、目のところに流し込んでいきます。目のところはセメントで凹凸を作っています。そこにレジン液を入れて竹串で、伸ばしていって、一度太陽の光線で乾かします。太陽の光線で、3分程度でしっかり乾いていきます。でグレーが乾いた後に、また黒をのせて太陽の光線で乾かしていきます。完成しました。一番大変だったのは、顔です。顔の中でも特に目です。で、いろいろ試しをしてみて、レジン液が一番よく出来上がったので、レジンに目を作ってみました。で、猫の体のボディラインとか足とか全体的な雰囲気は、よくできた方だなと思ってます。初めて作った割には、よくできた方かなと思ってます。体は良かったんですけども、やはり顔の目の感じが今一つなので、また、腕を磨いて、上手に作れたらなと思ってます。
と合わせてみました。靴を作る時に猫も作ろうと思っていたので、合わせてみています。でちょうどクリスマスの時期なので一緒に、サンタクロースとアレンジしてみました。こういったものが、玄関先とか、庭にあるとまた雰囲気も違ってくると思うので、まあ、オブジェの一つとして活用していきたいと思います。これからもいろんなものを作っていこうと思ってますので、興味がある方はぜひ、ご覧いただけたらなと思います。